はい、お疲れ様です。今回はスシローのバイト募集のチラシを見て、うわー、働きてー、働きやすそうって思ったので動画にしようと思います。まずスシローのバイトに行こうかなと思った方、ラッキーです。スシローの食事補助 30% オフらしいですよ。つまり5000円分食べても1500円オフになるんで、3500円で食べれるんですよ。まあ店内の飲食に限りますけどもね。でもまあ食事の時間、店内のお寿司食べるでしょう。もしかしたらちょっと売れ残ったの食べるような雰囲気になるかもしれませんけども、でもね、3割オフですよ。ただでさえお求めやすい価格のスシローのあのお寿司、3割オフで食べれるんですよ。いや、私これだけでもね、スシローでバイトしてーと思いますよ。それから1週間ごとのシフト制なんで、無理な日っていうのはお願いしてね、調整してもらえばいいと思います。もちろん他の方がどうしても出れないって日に代わりに出てあげるみたいなこともありますけども、それは職場の同僚とかだね、先輩とか後輩とかとやっぱり持ちつ持たれつじゃないですか。やっぱ学生さんがね、一気に試験で休む時にはそうじゃない立場の人がしっかり現場を支えてあげるとか、それから主婦の方がね、子供の運動会ですって言ったら、あっちもこっちも同じ日に子供の運動会なんですよ。そういう時はまた別の立場の人が支えてあげる。そういったことでやり取りしていって、信頼関係を築いていって、楽しい職場にできるんじゃないですか。で、それからね、週に2日しか出れませんとか、いや、1日3時間が限度なんですよ。もうね、お昼過ぎたら子供の迎えに行かないといけないんです。全然 OK だっていうことなんですよ。働きやす。ね。3時間勤務、4時間勤務で働けるんだったら、結構年いった方がね、5時間、6時間働くと腰が痛くなって、足が悪くなってみたいなことにもなんないわけですよ。3時間働いて食事補助でご飯食べて帰るみたいなこともできるんで、まるでショッピングに行くような感覚ですよね。で、当然ですけども未経験でも OK ですよってことなんで、もうお寿司なんてね、握ったことがありません、卵焼きも作ったことがありませんって方でも、今日から働けるようにちゃんと受け入れ体制ができてるってことなんですよね。家事の合間に、家計の足しに、パートさん募集ということで、今日もスシロー私行ってきましたけども、そういった地域の方の温かい気持ちでこのスシローというお店ができてるってことを考えたら、グローバルチェーンというよりも近所にできたお寿司屋さんっていうのね、そんな位置づけもできるんじゃないかなと思います。さあ、気になるのは時給です。バーン、一般時給1040円。もうね、私のバイトの時給の感覚がおかしいのかもしれませんけども、私がね、新卒でサラリーマンになった時に、パートさんの給料がグーンと上がって時給700円になったって言ったからみんなで喜んでたんですよ。時給700円とか800円でも、私はね、今の感覚でも、まあ時給800円だったら、まあバイト料としてはトントンかなと思うような、そんな感覚ですよ。え、時給1000円超えてんの？深夜時給1300円なの？ってことを考えたら、5時間働いたらね、もう8000円ですよ。私がガードマンのバイトをした頃は日当6300円ですよ。いや、むちゃくちゃいいなーっていうふうに思っちゃうんですけどね。皆さんどのようにお感じになったでしょうか。いや、なんかね、フリーターっていう時代を過ごした私たちロチゼネ世代にしてみたら、フリーター天国がまたやってきたのかなって感じちゃったりします。まあでもやっぱりね、正社員でしっかりと働いた方がいいっていうのは、こういう時代になっても私は変わらないような気がしますね。でもとにかくスシローさんの従業員さんを思う気持ちってのが、こういった待遇に出てるかなってところです。もちろん実際に勤務してみると、話が違うぜみたいなことがね、あると思いますので、まあ話半分に引き裂いて、捉えていただければと思いますけどね。それでは、あとは皆さんがスシローの面接を受けに行くだけです。いってらっしゃい。